俺たちだって美味しい思いしたっていいだろう。ちょっとくらい。小鳥さんの。なんだよニコロ。ちょっとふざけただけじゃねえか。大げさだな、おい。これはエルディア人にはもったいない代物なんだよ。ああ。ニコロ、お前まだそんなこと言ってんのか。何人だとかどうとか関係ねえだろ、先に。触んな、エルディア人。慣れ慣れしいんだよ。ちょっと親しくしたぐらいで。そういうてめえは何様なんだよ。お前の立場は。捕虜の分際でってか。これでお相手だな、エルディア人。どうしたんだ、あいつ。くそ、わけわかんねえよ。今だ。お腹が痛い。大丈夫かい、ベン。なんか当たったんかもしれんぞ。トイレに行けば助かるかもしれない。私もお兄ちゃんを助けられるかもしれない。頑張って。なんだ、トイレはこっちじゃないよ。トイレに用はありません、ニコロさん。私たちはマーレから来ました。戦士候補生です。は？この島にはもうじき世界中の軍隊からなる大攻勢が仕掛けられると思われます。それまでどうか耐えてください。そしてこのことを仲間のマーレ人に伝えてください。ちょっと待ってくれ。どうして戦士候補生がここにいるんだ。レベリオクが島の悪魔どもに奇襲を受けたんです。私たちは退却する敵の飛行船に飛び乗ったままこの島に上陸しました。誰か殺したか。女の兵士を。はい、仕留めました。ですがまだ数匹駆除した程度。私たちの故郷で蹂躙した報復はこれからです。私たちは卑怯な悪魔どもには絶対に。何よ。お前が殺したのか。お前がサシを殺したのか。ファルコ、ねえファルコ、大丈夫。ファルコ、ファルコ、待って、ねえってば。ファルコ。